なにこいつ。ヘイ。あーあーあーあああ。シュン。こはい、今回はね、ちょっとね、またね、ベータ版に来てしまったよ、私はね。このベータ版ね、前回ね、もう、ベータ版の解除の仕方がわかんなくて、ライブでさ、聞きながらさ、解除するってさ、マジでグダってたからさ、ベータ版怖いんだけど、俺マジでどうしても、エモートだけは気になって、絶対に、エモートだけは確認しないと俺死ねねえと思って、俺はちょっと死にはいかないけど、今からちょっとエモート見て死んできます。いやーちょっとね、エモートってのは、マイクラでもなんか、もう革命でしょ。だって、エモートってさ、なんか、もうマイクラって今まで、このさ、はい、このスニーク、このスニークと首の角度だけで私たちね、もう表現してたからね、もうチャットはまあ、邪道ですわ、はい。チャットは邪道ですわ、うん。だからもう基本的にこれと首で俺たちはもう会話してきた。もうだから俺たち首と腰で会話するのがマイクラの人は得意なんですよ、はい。だから皆さん。だからマイクラって何本や ?1 億2000万ぐらい売れてるでしょ、もっと。だから国民の約何割かはマジで、マイクラやってる人はマジで首と腰の使い方がうまい。腰の使い方がうまい。ええまあええわ。ちょっと、てか、エモートってどうやってやるのエモートってどうやってやるんですか全然調べてきてなかったんですけど。えエモートってどうやるのエモートってどうやるのマジで。何これこいつ誰何こいつケイ何こいつちっちゃい顔なんか、キモ可愛いんだけど。マイクラもキモ可愛い路線走ったな。ちょっと待って、こいつ埋めるわ。あ、お前、マイクラって若干頭、おい、ちょっと待って、一緒に写真撮ろうぜ。あ、ぴょんぴょんしてる。しゃべれた。あ、そんな、おい、待て、バカ。お前、その狭いとこ入んなよ。入るなって。一緒に写真撮んだよ、俺と一緒に。うわ、映えるわ。ちょっと映える。見て、これ。なんか、これ映えるよね。これ、ナイスショット。見て、これ。マジで可愛くない。マジで可愛くない、こいつ。ちょ、待って、エモートの仕方ってどうやの?ちょ、適当にキーを押していく。マジでどこにあるんだ?え ?F5 とか。F5 は違うよな。あ、なんか出た!え?これか。エモートの変更って。あ、ちょ、待て、バカ。お前、外に出るな。ちょっと。ごめん、帰ってきて。お前と一緒にエモートしたいんだ。何今の。俺は、お前と一緒にエモートしたいんだ。ちょっと待ってくれ。帰ってきてくれ。頼むから。お前は一生俺の奴隷じゃん。ちょ、来い。あ、ついてこい。ああ、ちょ、待て。うわかわいい。この走ってんのがかわいい。最高。足音も気持ち悪くて最高だね。お前は俺とエモートするために生まれてきてんだよ。行くぜ。エモートするぜ。あれエモートの仕方を。あ、足プルプルしてんな。エモートの仕方ってどうやんのあ、これか。うわー、ちょっと待って、早く見たい。ちょっと。行きます。ああ。首が、シュン足がプルプルして。シュン。あ、ちょ、待って。腰が、大丈夫。俺、泣き声上手くねなんかターン入ってる人みたい。ちょっと待って。大丈夫かな視聴者離れそう。あ、こっち向いてる。かわいい。ちょっと待って。こっち向いてる。あ、こっち向いてる。あは、このショットいいな。ちょ、俺、待ち受けにするべ。マイクラにも表現力生まれてきたな、こうやって。自己主張が激しい。シュイーンって。これでさ、みんなさ、もう、これからさ、はいって、はいって、打たなくても、もうこれで済むじゃん。もう、これで、ツークリックだよ。ワンクリックだよ、マジで。うん。なあ、お前、便利だよな。もう、キーボードの打ち方もわからなくても、なんかもう、な、コミュニケーション取れるっていう。さすがマイクラ。マイクラはね、コミュニケーション不足のゲームやと思ってたけど、なんか、少しずつ、なんか、変わっていくもんなんですね、マイクラも。ああ、頭めり込んでら。
ああ、やばい。ちょっと、マジでこいつ可愛いんだけど、ちょっと名前つけようぜ。なんか今コロナ流行ってるから、今コロナ流行ってるし。ああ、くそ、まあいいや。日本語打てねえ。これでいいや。これでいい。はい、はい、はい、ちょ、かわいい。このデータ一生残すわ、ちょっと。これで、お前の名前は、今日からコロスケだ。伝説大逆転。いや、いいなぁ。俺ちょっとこいつ、こいつってどこにいるんだろう。後ろから見たらさ、スポニョクダンの壇上みたいになってや。ちょ、待って。こいつは何なんだ？こいつは一体何なんだ？この赤いのは何なんだ？なんか別種出てきたよ。色違いか、これが。草むらで3万分の1で出る色違いか。うお、たまに出るんだね、これ。こいつは何なんだ？ちょっとサバイバル見て。こいつらってまずそもそも敵なの？これは。あ、敵ではない。あ、敵ではないと。うん。てめえ、こっち来んだ！うん。出ていけ。じゃ、うん、帰って。ちょ、こいつは何？この上の。どうして？大丈夫か？ちょっと。なんか、可愛い物体がね、生まれてね。なんか、妹もできてね。いやー、私はね、大変喜んでおりますよ。これ、あ、これ一人称じゃない？マジで何？ん？一人称じゃない？マジで何やってるかわかんねえ。てか、妹一個だけなの？そもそも。あ、一個だけっぽいや。これ、マントつけれるようになったらしい。ということで、皆さん、こんな狭いところからお送りいたしました。ありがとうございました。多分な、挨拶もこうやってな、終わんねやろな、こうやって、バイバイって、シュシュ、あ、こっち見、あ、ごめん、じゃ、もう一回撮り直す。バイバイ。